国内観光知事の第7回、中国地方の観光地です。まずこの講座で使用するテキストを紹介します。各動画で使用するテキストは、ご覧の URL からプリントアウトまたはダウンロードすることができます。アドレスバーに直接入力してください。また最近では、旅行管理者講座へようこそと検索しても出てくるようです。これを事前に用意して動画を見ながらメモを取るなどすると、知識の定着が早まると思います。A4 サイズがおすすめです。第7回は、ナンバー31、鳥取県の観光地から、ナンバー35、山口県の観光地までを扱います。ご覧の枠の中です。では始めます。まず地図を見てください。色のついている部分が今回の範囲である中国地方です。中国地方だけ拡大します。この中で色が変わっているのが鳥取県です。鳥取県の拡大図です。鳥取県は東西に長く、北部は日本海、南部は中国山地の山中にあります。古くは東を稲葉、西を伯耆と言いました。観光は西または東から反対方向に向かうのが一般的です。まず山陰海岸です。多くの観光地がここに沿っています。最初に取り上げるのが鳥取砂丘です。鳥取観光のメインです。東西16キロにわたる代表的な海岸砂丘です。山陰海岸国立公園に属しています。ここはただ眺めるだけでなく、いろいろな観光が楽しめます。次に白兎という観光地を2つ取り上げます。白兎海岸と白兎神社です。ここは神話、古事記の稲葉の白うさぎの舞台として知られています。これは大国主の命が川を剥がれたうさぎを助けたという話です。この海岸の沖に浮かぶ島に白うさぎが渡ったという話があります。それから白兎神社も同じです。神話にちなんで皮膚病ややけどに効く神社として信仰を集めています。またこの物語は神話に登場する大国主の命と江上姫が縁を取り持ったということで日本最古の恋物語の地として人気があります。白兎海岸も恋人の聖地と言われます。次は東部にある浦留海岸です。兵庫県から続く山陰海岸国立公園の代表的な観光地です。リアス式海岸です。宮城県の松島になぞらえて山陰の松島とも呼ばれます。最後は最も西にある弓ヶ浜半島です。海岸の美しさだけでなく、近くに海景温泉とか境港といった観光地がありますので、合わせて観光ゾーンになっています。それ以外の鳥取県の観光地として、ご覧の海岸線以外の観光地を取り上げます。鳥取市は鳥取城の城下町です。別名久松城と言います。戦国時代に築城されましたが、明治時代に取り壊され、現在、様々な施設が復元されています。西部の伯耆と呼ばれた地域に大山という山があります。中国地方の最高峰です。別名伯耆富士と呼ばれます。中央部の山中に三仏寺というお寺があります。山号が三徳山、三徳山三仏寺と言います。ここは奥の院である投げ入れ堂が国宝になっています。投げ入れ堂は高い崖の隙間にあって、名前の由来は開祖である縁の行者が下から投げ上げたと伝わっています。危険な場所にあるため、事前に服装や履物のチェックを受けます。革靴やサンダル、スカートなどでは入場できません。その近くに城下町でもある倉吉があります。江戸から明治にかけて建てられた白壁土蔵群が観光のメインです。最も西の弓ヶ浜半島の先端に港町境港があります。ここは漫画家水木しげるの出身地です。ここには記念館が作られ、また駅から記念館まで水木しげるロードとして、道の両側に妖怪のブロンズ像が立っています。温泉はご覧の4つを取り上げます。まず読み方が難しいとして知られるのが、海景温泉と三笹温泉です。海景温泉は日本で初めてトライアスロンが行われた町です。三笹温泉はラドンなどが含まれた温泉です。新陳代謝が良くなるという話です。中央部に東郷湖または東郷池と呼ばれる湖があります。ここの西と南の湖畔にハワイ温泉と東郷温泉があります。ハワイは漢字で羽が合うと書きます。鳥取市にあるのが浜村温泉です。この地方の民謡である貝殻節の発祥の地として知られます。特産品は20世紀梨が知られています。以上で鳥取県を終わります。次は島根県です。中国地方のうち、色が変わっているのが島根県です。島根県の拡大図です。観光の中心は北東部の宍道湖周辺です。中央部には世界遺産、
西部には小京都と呼ばれる町があります。まず宍道湖周辺です。最初は松江のシンボル宍道湖です。周囲約45キロの湖です。特にシジミ、シラウオなどの海産物、宍道湖湿疹が松江を代表する味覚として知られています。また夕日が美しい湖ということでも人気があります。次は松江城。江戸時代の初期に建てられて、別名千鳥城です。長く重要文化財として扱われましたが、新しい資料が見つかり2015年に国宝に指定されました。天守からは市街や宍道湖が一望できます。また町の周囲には武家屋敷が残り、城下町の面影が残っています。作家のラフカディオ・ハーン、小泉八雲です。小泉八雲は長く松江に暮らしました。そのため松江に記念館があります。なお八雲はこの地方の古い国名である出雲の枕言葉です。この地域の観光のハイライトは出雲大社です。縁結びの神様として知られています。出雲大社と言いましたが、正式名称は出雲大社城と言います。大きなしめ縄で知られています。全国的に10月は神のない月、神無月と言われます。それは全国の神様がここ出雲に集まるからです。なので出雲では10月を神在月と言い、神在祭が行われます。そこからさらに西に行くと島根半島の先端の日の岬があります。石造りの灯台としては高さ日本一の灯台があります。展望台から日本海が望めます。また近くには神社もあります。最後は宍道湖の東南部の安来というところにある足立美術館です。地元出身の実業家でもある足立氏が開館しました。特に横山大観のコレクションで知られています。また約5万坪と言われる手をかけた庭園の美しさも人気があります。これは絵画でなく庭園です。このような趣向も凝らしています。次は県の中部から西部にかけての観光地です。島根県の最も西に津和野という町があります。山陰の小京都と呼ばれます。堀割に鯉が泳ぐという景観で知られています。その津和野で生まれて幼少期を過ごしたのが医者であり作家である森鴎外です。旧宅と記念館があります。なお記念館は東京都文京区にもあります。最後は石見銀山です。石見はこの地方の古い呼び名です。銀山の遺跡が世界遺産に登録されました。次はその他の島根県の観光地として隠岐諸島を取り上げます。隠岐諸島は島根県の洋上にあり、2つの地域、東禅と東後に分かれています。東禅には国画海岸、東後にはろうそく岩、これが代表する景観です。また歴史の舞台でもあります。温泉は次の2つを取り上げます。まず宍道湖の南の湖畔にあるのが玉造温泉。名前は三種の神器に由来します。次は読み方の難しいことで、かえって名前が知られるようになった湯の津温泉です。先ほどの石見銀山の積み出し港近くの温泉です。祭りは津和野の八坂神社の祇園祭り。特に踊り手が詐欺の衣装をまとって優雅に舞う詐欺舞神事で知られています。時期は毎年7月です。以上で島根県終わります。次は岡山県です。中国地方で色が変わっているのが岡山県です。岡山県の拡大図です。中央部の瀬戸内海に面した地域に岡山の2大観光地である岡山市と倉敷市があります。ここは新幹線と高速道路が通り、空港があり、橋で四国とつながるなど観光しやすいところです。中部から北部にかけては歴史的建造物、温泉、自然など観光スポットが点在しています。まず岡山市。他の地方の中心都市と同様に岡山市もかつての城下町です。お城や大名庭園があります。そのお城は岡山城です。外観が白い漆喰で塗られているため、カラスと書いて烏城と呼ばれます。現在のものは鉄筋コンクリートで復元されたものですが、月見櫓は江戸時代に築かれた国の重要文化財になっています。その岡山城に隣接するのが後楽園です。第2代藩主が築いた庭園です。水戸の偕楽園、金沢の兼六園とともに日本三名園に数えられています。吉備津神社は古事記や日本書紀に登場する大吉備津彦の狼を祀った神社です。大吉備津彦は桃太郎のモデルと言われます。 JR の岡山の駅の前に桃太郎の像があったり、岡山の空港を岡山桃太郎空港と呼んだり、桃太郎はこの地域のヒーローです。話がそれましたけども、覚えるものはこの吉備津神社ですね。大正ロマンを代表する詩人で画家でもある竹久夢二、岡山出身です。この岡山には郷土美術館があります。これを聞いて他にも夢二の記念館があったと
気がついた方もいらっしゃるかもしれません。群馬県の伊香保温泉には夢二伊香保記念館があります。岡山市の西にあるのが倉敷市です。岡山と人気を二分する観光地です。まず美観地区と呼ばれる一帯です。柳並木の風景とか白壁の蔵屋敷だとか、そういった情緒豊かな町並みで知られています。その美観地区にあるのが大原美術館です。宝石会社などを経営した実業家の大原孫三郎氏が作った施設の美術館です。展示品もエルグレコとかモネなどは有名ですが、またギリシャ神殿風の外観も知られています。これが美観地区の魅力をさらに高めています。倉敷市の中心から瀬戸内海に行った方に鷲羽山があります。瀬戸内海国立公園を代表する景勝地です。名前は鷲が羽を広げた形から名付けられたそうです。展望台からは瀬戸内海とか瀬戸大橋、四国までが見渡せます。ちなみにこの近くに JR 西日本と四国の境界駅である小島駅があります。その他の観光地として歴史的建造物と自然をそれぞれ2つ取り上げます。旧静谷学校です。ここは藩主によって建てられた庶民のための学校です。現存する最古の学校と呼ばれます。多くの建造物が国宝や重要文化財に指定されています。岡山や倉敷の西方に備中松山城があります。山城です。兵庫の武田城、福井の越前大野城と同様に天空の城と呼ばれます。北部の真庭市にあるのが神馬の滝です。西日本最大級です。西日本にはあまり多くの滝は出てきませんので、これは覚えておきましょう。次に滝が出てくるのは九州宮崎県の真内の滝です。さらにその北にあるのが蒜山高原です。標高が高く、夏は涼しく、西の軽井沢と呼ばれることがあります。西日本有数のリゾート地です。次は代表的な観光資源、まず温泉です。中部から北部にかけてのこの3つの温泉を抑えましょう。美作三湯という分類があります。岡山県の北西部を古くは美作と呼びました。ここにある3つの温泉をまとめて呼ぶ言い方です。古い歴史のある湯の郷温泉、綱湯で知られる湯原温泉、足踏み洗濯で知られる奥津温泉です。岡山を代表する祭りが西大寺栄養です。別名裸祭り。冬の寒い時期に裸の男たちが神技を奪い合う勇壮な祭りです。名物料理特産品、まずきび団子。きびというのはこの地方の古い呼び方ですし、また桃太郎の昔話に出てきます。瀬戸内海で獲れる小魚を使ったのがママ狩りです。ママを借りるほど美味しいと言われます。備前もやはりこの地方の古い呼び名です。素朴な焼き物です。以上で岡山県終わります。次は広島県です。中国地方の拡大図。色が変わっているのが広島県です。広島県を拡大します。広島県も瀬戸内海に面しています。個性的な観光地もこの海沿いにあります。また世界遺産も2カ所あります。最初は広島市です。広島市も元城下町で、現在は中国地方最大の都市です。まず広島城です。1589年、毛利輝元によって築城されました。別名は鯉と書いて鯉城です。当初は広大な敷地だったそうですが、現在は二の丸と内堀が残っています。ビルの多い地域にあります。もう一つ城下町らしいものとして大名庭園があります。縮景園と言います。景色を縮めたという意味があるそうです。回遊して楽しむ回遊式庭園です。最後は原爆ドームです。これを観光地というのははばかられますが、多くの人が訪れる場所で、付近には平和公園があります。尾道市、東部の町です。四国とつながるしまなみ海道の玄関口です。多くの映画の舞台になったことでも知られています。観光地としてはまず千光寺。千光寺山の山頂近くの高いところにあります。麓からはロープウェイを利用することができます。帰りは歩いて文学の小道を通って降りることができます。文学の小道には林芙美子や志賀直哉の文章が石に刻まれています。続いてしまなみ海道です。尾道と愛媛県の今治を結んでいます。正式名称は西瀬戸自動車道です。ただ自動車だけでなく最近はサイクリングで楽しむ人が多いです。しまなみ海道、尾道から見て向島、因島、生口島、ここまでが広島県です。そこから愛媛県になり今治まで続いています。その因島です。ここはかつて存在した村上水軍の本拠地です。観光としては島内に因島水軍城という資料館があります。次は生口島です。
日本でも有数の柑橘類、特にレモンの産地として知られています。また観光資源としては西の日光と言われる高山寺、日本画家の平山郁夫美術館があります。その他の広島県の観光地として次の4つを取り上げます。すべて瀬戸内海に面した特徴のある地域です。宮島です。まず松島、天の橋立とともに日本三景の一つです。かつ海中に立つ朱塗りの鳥居で知られます厳島神社があります。ここは世界遺産です。ここが広島観光のハイライトと言えるでしょう。真ん中に山弥山があります。ここからの展望台の景色も知られています。次は竹原です。瀬戸内海に面して秋の小京都と言われます。江戸時代の町並みが残っています。次はこの中で最も東にある鞆の浦です。沼隈半島というところにあります。そこから見える各種の島々、それから江戸時代には塩町の港として栄えました。ここで古い町並みなどが残っています。広島から電車や車で30分ほどのところにあるのが呉です。明治以降軍港として発展しました。戦艦大和もここで作られたそうです。自衛隊の資料館鉄のクジラ、それから戦艦大和の大和ミュージアムがあります。これが鉄のクジラです。また少し先に平の清盛が切り開いたと言われます海峡、音頭の瀬戸もあります。次は代表的な観光資源です。まず祭りです。宮島の厳島神社の例祭が還元祭、これは旧暦で行われますので年によって開催時期はまちまちです。もう一つが広島フラワーフェスティバル、こちらは毎年5月に行われるパレードです。広島県の中部から北部にかけては渓谷や滝が多い地域です。代表的な観光地としては扱えませんでしたけども、組み合わせ問題に出てくるかもしれませんので、帝釈峡、三段峡、これが広島県の景勝地と覚えておくと良いと思います。名物料理は牡蠣、それから広島はお好み焼きも有名ですね。以上で広島県を終わります。最後は山口県です。中国地方の拡大図です。色が変わっているのが山口県です。山口県の拡大図です。山口県は本州の最も西にあり、北、西、南の三方海に囲まれています。歴史と自然の観光地が多いです。最初は日本海沿岸、日本海側には毛利藩の城下町萩と海岸景勝地が観光の目玉です。最初は萩にある萩城跡です。海に面した雫山という山の麓に建てられますので雫城の別名があります。現在は石垣とか堀の一部が残って公園になっています。ここは関ヶ原の戦いで敗れた西軍の総大将であった毛利輝元がここに移し築城しました。その毛利藩は幕末になって明治維新で活躍する志士がたくさん出ました。それらを吉田松陰が松下村塾で育てました。現在は雫城と並ぶ萩の観光名所です。次は自然です。大見島、日本海の荒波に削られた断崖絶壁、別名を海上アルプスと言います。新潟県から始まって多くの海岸景勝地がこの辺りまで続いています。その大見島からさらに西に行くと元の隅稲荷神社があります。海岸に123基の鳥居が海に向かって並んでいます。以前はそれほど有名ではなかったのですが、アメリカのテレビ局が日本の美しい場所に選定して注目を集めました。朱色の鳥居が海まで続いています。その近くにもう一つ角島大橋があります。陸地側と角島を結ぶ長い橋です。よく自動車の CM に登場しています。次は下関市街、本州最西端の海峡の町です。関門海峡を挟んで福岡県の門司と橋やトンネルでつながっています。まず歴史の舞台が壇の浦です。源平最後の合戦の地です。近くには古戦場の碑、源氏と平家戦う像が立っています。その近くにあるのが赤間神宮、朱色の竜宮城のような外観で知られています。平の清盛の孫である安徳天皇を祀っています。命日には選定祭というお祭りが行われます。西日本には平家に関連した観光地が多いです。その他の観光地として内陸部と瀬戸内海側を取り上げました。石灰岩が浸食された地形をカルソと言いますが、山口県には秋吉台があります。日本最大級のカルソ台地です。その地下の部分に秋吉堂という鍾乳洞があります。カルソは他に対岸の九州の福岡県、四国山地にもあります。瀬戸内海側の最も東、岩国に錦帯橋があります。釘を一本も使っていない木造の五連のアーチ型の橋です。近くには岩国城もあります。近畿地方で京都の北野天満宮と大阪天満宮が出てきました。山口県には防府天満宮があります。菅原道真が祀った神社、全国にたくさんありますが、
ここは亡くなってすぐに創建されて、日本で最初の天神様と呼ばれています。この項目の最後は山口市の瑠璃光寺です。山口市は南北朝時代に大内氏によって京都に倣った町づくりをしたため、西の京と呼ばれます。その西の京を代表する観光地です。特に五重の塔が美しいと言われます。次は代表的な観光資源、まず温泉です。温泉は山口市と下関市の温泉です。瑠璃光寺のある山口市にあるのが湯田温泉です。JR に湯田温泉駅があります。幕末期に京都を追放された攘夷派の公家などが滞在しました。下関の北にあるのが川棚温泉です。歴史もかなり古いです。最近は熱した瓦に茶そばを乗せる瓦そば、この発祥地としても知られています。組み合わせ問題に備えて山口県の文学記念館を2つ掲載しました。中原中也、金子みすず、一応目を通しておいてください。名物は言うまでもなくフグです。山口ではフグと呼びます。以上で観光地での第7回を終わります。お疲れ様でした。